5期生の一番やばいやつ、これはですね、昨日セシロンがラミーのことを一番やばいやつと言っていたんですよ。でですね、でもみんなやばい結構やっぱりそのすごく個性的なんですよ、一人一人が。昨日セシロンがね、すごくそのラミーがその個性的なメンバーをまとめられるのがやばいみたいな、そういう感じだったんですよ。まあ、みんなで意見とかを出し合うときに、やっぱりすごくみんなそれぞれの個性で発言とかするんですよ。まあ、ラミーもするんですけど、みんなが納得する形でまとめてるだけであって、そんなになんか何かをするわけじゃなくて、そう、逆に言うと本当になんかこのみんなの方がやばいなんだろう、特にね、このオーマイルンかな、その企画力が本当にやばくてすごいんですよ。なんだろう、なんでそんなに出てくるのかって思うぐらい、もうパパ出てきて、しかもその、もう皆さんね、ご存知だと思うんですけれども、その、動画にして、もうどんどん上げていくじゃないですか。よくそんなの思いついたなっていうのもあるし、その思いついたものをすぐに行動に移して、形にして、この、出せるっていう、その、発想からの行動力までがすごいんですよ。そうですね、ハート先輩もやっぱりこの動画にして出すその企画力と動画にする感じで、この行動力とかすごいと思うんですけど、ほんとそういう感じですね。でね、シシロンはシシロンもやばい、まあ、みんなやばいんですけど知識量がやばいんですよ。その昨日ね、ラミーも少し見に行ったんですけど、もう難しくて、何を話しているか、わからない。コメントをしようと思ったんですけど、でももう、難しすぎて何をコメントしていいのかもわからないぐらい、すごかったです。すごい、みんなすごい。そうですね、ラミーは、努力します。頑張ります。